おっしゃー、じゃあ今日はね、なんかこのマップ見るとやっぱりちょいちょいね、こう小さい裂け目がね、あるんすよ。これをまずは潰していこうかなと。で、これ潰していくことによって、多分トリーのレベルが上がって、なんかいろいろと多分できること増えると思うんで、まずはこれを潰していこうかなと思います。はい。いくぜー。んがー。本当はね、からくり、自称天才からくりおじさんのとこ行こうかなと思ったんやけど、ちょっとこの辺をやりたくなった。ああ、いるね。まあでもこの辺は別にサクサクっと行きたいっすね。やばい。やばい。横着せずに行くか。サメちゃんにやってもらえますか、サメちゃん。いいよいいよ。強い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 。ナイス。オッケー、一人目。オッケー。二つ目。ラスト一個。オッケー。これがラストかな。よし。全員確保。さあ、これでトリーのレベルがどれぐらい上がるのかっていうね。ああ、あと一個ぐらいで上がるか。おー、で、かけらもね。二個。いいね。さあ、次ね、ここやね。ここの叫び、ここの叫びでも結構でかいな。しかも一番最初なかったもんね。多分新しくできた叫びやろうな。最初こう通れてたし。さあ、ここの叫びは、何体の仲間が捕まっているのか。さあ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 。4つか。結構多いね。オッケー。まずは1人目。OK、2つ目。残り2つ。はい、3体目。よし、ラスト、OK。よし、全部集まった。よし、レベル化いったけど。増えるか？あ、増えたー！ホスト5増えたー。いいね。よしよしよし。これで借り物も使いやすくなったな。よし。じゃあ次ここやね。端っこの、ゾーラのこの端っこ。いきますか。多分これで大きい裂け目は、なんか1個ね、めちゃくちゃちっちゃい裂け目あんねんけど、あそこ入れるかわからんからな。マップの中心部分ぐらいに。3つか。オッケー。オッケー、1個目。オッケー、よっしゃ。ちょっとお前らどけ。どけお前ら。よし、2体目。オッケー、よし。これ3体と。おお。あんま数関係ないんかな？経験値と、そのゲージ？レベルアップゲージと。なんかあんま関係なさそうやな。とりあえず裂け目さえ壊せれば、ある程度の、その、経験値はもらえるみたいな。ここにあった裂け目消えてるわ。多分どっかと一緒に消えたんか。じゃあ小さい裂け目は全部なくなったな。ということで、ここを目指すか。うわ。おー、なんかいっぱいおるな。ぶっ倒すか、全員。とりあえず倒して。倒しまして。だからここもらうか。なんか飛んできた！右左から。オッケー。よし。わー、こいつ鉄球エイジマジで強いわ。あ、いつになったらこの魔物石を交換できんやろ。あー。ここが神殿か。なんかクエストいるやついるな。ちょっと待って、これでもまた今度受けようか。ここがあれか。ウギ将軍がやってた魔物がいるーとか言ってた。多分場所やんな。なんかあったな。あるな、ここ。あるけど別にそんな隠しでもないな。じゃあとりあえず、先に、このミッションの方行くか。ありますか？おった。
おお、来ただか、待ってただよ。ようこそらの秘密の工房、ダンピーラボへ。だんだ、忘れねえうちに約束のお礼だ、受け取ってくれだ。あ、やった。ねじりかぼちゃ。俺はここで日夜からくりを作ってるだ。だ、からくりをよく知らないって顔だな。だからからくりは何たるか教えてやるだ。はあ、からくりとは世界中の物や魔物をヒントにオラが魂込めて作り出したド派手な芸術作品だ。ド派手すぎて魔物退治に使えちまうほどだ。その分使い道を間違えると危険な代物だよ。けどおめえなら大丈夫な気がするだ。じゃあ早速からくりを作ってやるだ。どうやって作るのと言いたいところだが、実は問題があるだ。というのも最近俺の芸術活動はすっかりスランプだよ。散歩でもして気を紛らわせようとしたら黒売りに襲われちまった。散々ずらだ、散々だ。からくりのイメージはできてるんだども、ビビッとくるアイデアが足りないだよ。例えば空高くドカーンと吹き飛ぶド派手なからくり、ヒントになる何か見れば新しいからくりを作れるんだども。探してきてあげる。本当だか、なら遠慮なくお願いするだ。からくりのベースはそうだな、大きな目が特徴、いつも跳ね回ってるやつ。ああ、います。からくりをド派手に吹き飛ばすためのイメージがつかないみたいだ。お尻から勢いよく火を吹き出し突進するやつがいれば参考になりそうだ。ああ、わかった。え、言ったらわかったわ、こいつね。はい、おお、こいつは。ふむふむ、なるほど。なんだ、オラのイメージにぴったりだ。よく探してきてくれた。だどもからくりを作るにあと一歩足りないだ。ド派手なクリクルまであと少しだ。引き続きよろしく頼むだ。あれね、尻尾から間違えた、尻尾から火を吹くやつ、そのやつおったっけ。違う、ジェット噴射みたいな感じの、多分こいつがイメージしてるのって。そんなやついねえわ、どっか別の場所にいんのかな。そいつまだ捕まえてないわ。まあ、どっかで捕まえに行かなあかんのか。じゃあとりあえずさ、この横のこの洞窟行ってみっか。もしかしたらここにいる可能性もある。あ、ちげえわ、これ宝箱や。押せ、無理か、押せねえか。あ、クソ簡単やあいつ使えばクソ簡単やん。 OK、なんかやり方が違う気もするけど、絶対になんか絶対やり方があの石を押してどうにかする感じやと思ったけど、こいつ使ったらクソ楽勝やったわ。じゃあさ、この神殿、神殿行こうかな、攻略しようかな。あ、結構魔物いっぱいいるな。でとりあえずこいつら倒して宝箱ゲットして、でなんか神殿前にいたやつと話しかけるか。オッケー、さあ宝箱。ああ、バターか。まあまあまあ、7個。あ、スタンプやん。おーし、結構ええ感じでスタンプも集まってきたな。よし、じゃあこいつの話聞いてみっか。うー、びっくりした。驚かせて悪かったね。俺は考古学者のソテ。君もこの神殿に用があるのかい。中に入るならやめた方がいいよ、変な魔物が住んでるみたいでね。この間調査のために入り口に入ったら誰もいないのに耳元で声がしたんだ。おい、僕と遊ぼうよ。そうそう、こんな声だったな。ああ、やだやだ、フレンドリーだけど絶対魔物だよ。ああ、神殿の調査のためにもどこか別の場所に行ってくれないかな。僕と遊ぼうよ。なんだ、喋れる魔物か、なんだこいつこういうやつってどうやって倒すの。倒し方ある、倒せる。あ、倒せるやん。数で行こう、数でな。お前らそんな聞いて当たらなさすぎやろ。ちょ、一回どけ。スパークを覚えた。壁に沿って動き回る不思議な魔物、電気をまとっており触れると痺れてしまう。なるほど、これはお前じゃねえ。この柱動かしたりは、ちょ、お前らじゃねえ邪魔やなお前ら。
動かせんか。よし、じゃあ行ってみよう。スパーク、もういいや、スパーク同士ぶつけたらどうなるかなと思ったけど、やばい。ちょっとまだ頑張れ。でも一発当てればいいぞ。一発、一発当てよ。一発、いけ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 、ナイス。でこれはここにスパークを当てたらいいのかな。スパークコスト何倍やった、あいつ2か。ああ、なるほど、スパークを入れると作動するんや、そのトラップは。でこれまあスパーク入れたりだけか。はい、倒す必要ないよな、倒す必要がなさそう。うわ、宝箱や。おー、守ってるね。宝箱守ってるね。行けお前ら。あ、やばい。行け。行け。やれ。ナイス。オッケー。おう。外縁ね。ちなみに、あ、そうか。見れないのか、こんな顔。ここも気になる。お、こっちは？スパーク使う感じかな、どうにかして。ほっ、あ、いった。あれ、あのスイッチの判定がちょっといまいち分からへんねんな。ちょっと伸ばしてこうして、あ、なるほど。 OK、 これで宝箱いいよ。シルピーで、この下ね。わー、ちょっとめんどくさいやつらいっぱいいるね。まずあいつはブーメラン、ブーメラン軍団行こう。ブーメラン軍団行け、お前ら倒せ倒せ、行け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 、頑張れブーメラン軍団、行け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 。クソわちゃわちゃしてる、クソわちゃわちゃしてるわ。こっちか。あ、これどうなん、水入ったら。あー、範囲でかくなるんだ。あ、しかも宝箱あるやん。あんま意識せんでよ。あー、当たるんだ、そこ。結構範囲広いな。オルピーか。しかもこの水の中やったらな、ブーメラン軍団使えんからな。あ、危ない、やばい、危ない、危ない、オッケー。さあ、この洞窟の先には一体何があるんだい。てか、なんかさ、なんかその、語りかけてきた魔物がおらんよな。こいつ？こいつか？ようこそバラムの家。誰も来ないし退屈してたんだ。鍛え上げた僕の動きに君はついてこれるかな。バラム？これはどういった戦いをすればいいんだ。行くか。ブダブリンどもで。で、俺も戦おうか。あれ？あれ？いけるか。あ、いけるいけるいける。当たった当たった。よし、ナイスナイスナイス。仕方がない、奥の手だ。うわ、分裂した。これで僕の攻撃は、これで僕に攻撃は効かないよ。え、あ、そんな時にスパークを、あれ、スパークを使うわけじゃない。何、食らわないこいつに。え、いいわ。え、どういうことや。あ、合体させるんだ。合体した。なんか挟まってる。オッケー、なんか挟まったぞあいつ。今がチャンスや。なるほどね、小さくなったあの雲たちを合体させて、それで大きくするんや。どうや。うわー、これ合体させるのなかなかな、めんどくさいんですよ。 OK、 つながった。よしよしよし、いけ。あとはブーメランドもいけ。数でいけ、数で。ナイス。うー、僕の負け。しばらく修行の旅に出るかな。次会う時は絶対に負けないよ。バイバイ、シーユー。え、また戦う時があんのかな。
おお。なんかめっちゃ報酬うまそうなんですけど。コインルピー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 かけら。よし。で、これ出ると。結構めんどくさい敵ではあったな。めんどくさかった。よし、これ出ればいいんかな。さあ、神殿からクモみたいなのが出ていったけど、何があったか知ってる？え、神殿の奥にいる魔物を倒したって？君やるね。神殿を守ったなんて歴史に名が残るよ。でも歴史になるにはまだ時間がかかるから、君の偉業を叩いてこれをあげよう。あ、何これ。古代のお守りを手に入れた。まじないがかけられた古いお守り。ハートの減量が少しな、少しなくなる。疲労の出現で俺の自らが発掘したお守りだよ。大事にしてくれ。ありがとうね。これで俺も神殿を調べられるよ。しかし最近の魔物は喋るんだね。俺は歴史的体験をしたのかもしれないな。お、アイテム新しい。ハートの減る量が少なくなる。結構いいかもしれん。どれ外そう。ルピーの出現率いいかな。うん、これこうしよっか。ダメージ軽減。お、なんだこの子。後ろにいる猫、うちの子なの。好き嫌いが多いんだけど可愛いんだよね。さて、今日は気に入ったものを釣れるかな。あはは、そうね、ずっと見てねえな猫が。何この微笑ましい光景は。焼き魚とかどうやろう。食べる？食べないか。あ、あった。ウギー将軍のもう一つのクエスト、これ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 。待てよ、いけるかな。よし、オッケー。あ、あんた、ここから南西の沖にある大きな船を見たことあるか。あ、え、あれじゃない、海賊船みたいなやつじゃん。あれは俺の船なんだ。いろいろあってナンパ船になっちまったかな。かつて若くてピチピチだった俺には世界中の海を制覇する夢があったんだが、航海中に岩に乗り上げちまって船底に大穴を開けちまった。丘に上がってしおしおの俺だったが、夢を諦めずにコツコツ修理していたんだ。だがな、乗っ取られたんだ。近づくこともできないバリバリの怪物にな。このままじゃ船もいずれボロボロに。だがしおしおの俺じゃ太刀打ちできない。なんかしおしおとかボロボロとかバリバリとか、悪魔の実やなこれ。悪魔の実の名前みたいな。バリバリの怪物を成敗するには若い力がピチピチの若造が必要だけさ。ピチピチです。へえ、あんたのその目、ピチピチだったこれの、頃の俺とそっくりだぜ。他人が近づかないように城内の扉はグイグイと引っ張らないと開かなくしてある。怪物は長い触手を持つ大きなクラゲだ。触るとバリバリ痺れるから注意しな。行きますか。じゃあバリバリだのビリビリだ。待って、なんかあるやんここ。気づかんかった、こんなところにあんの。うえー、ルピエ。しゃ、じゃあ向かうか。そうそう、ここね。ここここ。やばい、ちょっと待って。そっか、サメいんの忘れてた。うわー、ごめん。てめえ。てめえ。ふわ、やばい。ふわ、あぶねえ。あぶねえ、マジで。一回ちょっと待って。一回ちょっとさ、お姫様のゼルダのベッドで寝ますかこれ。よし、オッケー。でここかな。よし、はあ、なるほど、ここに入り口があったんだ。気づかなかった。おー、空中の敵なあんま好きじゃないのよな。っていうのも空中で戦えるやつってあんまおらんのよ。まあキースぐらい、ほんまに。空中のやつらってちょっと癖があんのよ、動きに。これなんだここ。ああ、なんか入り口見つけた。さあ、ああ、もう俺嫌いこいつら。もうこのアメンボみたいなやつら嫌いやね俺マジで。倒してくれ。マジで嫌いねこいつら。ナイス。よし、無視していく。お、待って、なんか宝箱あんぞ。ふっ、無理か。はい、オッケー。
あー、じゃがいも、非常食かな。よし、この下潜ってって、うわー次深海、これ暗くなるやつな。暗くなる場合は提灯やんこう。こいつが使える。しかもこれマップがさねえからよ、宝箱とかもどこにあるかわからんからな。オッケールーピー、結構金集まってきたな。でも次ね、装備、うわーびっくりした。そう、次装備をね増やせるように妖精に願い事したんやけど、次の妖精は結構な金必要な気がするんだ。わーお、OK。 おめっちゃ寝室か、ベッドがある。おなんかすげえ海賊船っぽい、なんかロマンあるなあいつがやってた通り。おめちゃくちゃめちゃくちゃ隠し食料、非常食みたいなのがいっぱいあるわ。で、あーこの上越えると、この上越えて向こうをまたいで、はい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 、で、あどうなってる、あ行けた、あーなるほどなるほど、 OK。よし、これ水なかったら結構難しいな、水の塊なければ。ちょこいつら全員なんかすごい量の敵がいるね。でも戦う必要ないから全員避けていくか。でこれは、よし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 、へそくりとか非常食がめっちゃ置いてあるわ。沈みきってんな、てかこの船今持ったら、あなんか色変わってるからボスっぽいな。なんかあるか、なんかねえか。うわ、なんもねえ。しけてんな。おい、しけてるぞ、ボス前に。絶対ボスやぞ、ここ。うわーお。なるほど。ここはですね、ドイツで行こう。多分溺れへんし、お前ら。大丈夫、お前ら溺れへんし、大丈夫。いいぞ、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 いいぞ。いいぞ。これが数よ。おい、これが数よ。いけいけ、お前ら。投げろ、投げろ。やばい、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 やばい。広範囲の電撃。おいおい、次々に召喚されるぜ。わかるか、これがオタサーの姫戦法や。オタサーの姫。姫様守りまするぞって。私はもう濡れたくないの。ね。せっかくゲルドでね、もらった可愛い服もらったんで、私濡れたくないの。だからこっから私動かないね。頑張ってね君たち。私動きたくないの。行け行け、かかれ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 、行け行け、お前らもっと行け、もっと行け、もっと行け。これ後で俺がちゃんと剣で叩いた方がいいな。ちゃんと剣で叩こう次は。あでも言うてあれか、あれがねえや。動いてる、待って、お前ら邪魔。挟まってる挟まってる挟まってる、ちょどきなさいよ、来なさいよ、私が死ぬでしょ。あんたたちどきなさいよ、あんたは私たちの盾になればいいの。さあ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 、いけ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 、やばい、次々にオタクたちが蹂躙されていく。やばい、次々にオタクたちが蹂躙されていく、電撃によって。いくぜ、一瞬だけやけど、どうや、倒した、オーケー。こんなにあれやね、難しくなかったな。だこういう中ボスが多分ちょいちょいいるんやろうな。あ、4つ揃った。おお、増えた。いいね。ハートのかけらもちゃんと集まっていく。で、これ戻って、船の人に伝えに行くか。なんかアイテムもらえたりするかな？さっきのアクセサリーみたいな感じで。OK。俺の船の方向がギラギラ輝いていたんだが、ひょっとしてあんたバリバリの怪物を倒したのか？はい。
あんたのピチピチっぷりには参ったぜ。船だけではなく俺のピチピチの心も取り戻しまった。今度は簡単には壊れねえゴリゴリのごつい船に改造して冒険出るぞ。ありがとうなピチピチの旅人さん、これはお礼だ、受け取ってくんな。あれ妖精の瓶、あれ持ってるよな。よし明日から早速作業だ、メラメラしてきたぜ。お妖精の瓶、あこれって瓶の分しか復活できんや。俺ずっとなんか妖精ストックされるのかなと思ったけど、俺は今まで1回しか復活できんかったんや。じゃ4つ合計で復活できるってことかな。でこれ多分スタンプラリー5つあんや合計で。はあこれ気になるな、ゼルダのこっちの方、これなんなのこの辺ね。あと多分この辺もねなんかいろいろあると思うねんな、いろいろ気になるものが多いね。あなんだ戻ってこないな、あの子海に出て行ってからしばらく経ったけど戻ってこないな。ビッグな男になりたいなんて言うから熱意に押されてつい船を貸しちゃったけど、あこれね別になんかミッションか、下になりさりげなくかけらがあって、ちょっと探しに行くか、この子もついでやし。あいた、ひえー魔物に囲まれたぞら、誰か助けてぞら。この子か、ちょ待て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 、はいはいはい、あ待てよ、スパーク行ったのかこれ、スパークじゃねえな、クジラ行くか。さあ行け、俺を助けろクジラ、いいぞいいぞいいぞ、クジラ強い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 、さすが水中やったらクジラ一強じゃないか、クジラじゃねえやクラゲや。オッケー、よーし全員倒した、大丈夫かお前、ちょっと俺を上げてくれ、おい船に上げてくれお前、助けたぞ、もう大丈夫安心しろ、ちょ俺をおい俺を船に上げてくれ頼む、上がれねえ、助けてくれ上がれねえ、ほい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 、オッケー、俺なんか食べても全然美味しくないぞら。あれ魔物がいない、おーゼルダさん、ひょっとして船を囲んだ魔物全部やっつけてくれたぞら、ありがとうぞら、助かったぞら、お礼をしたいからちょっと来てぞら。ほう、あ船の中、いやー助かったぞら、魔物に囲まれてもおしまいかと思ったぞら、俺普段はドラッド兄貴の家で兄貴の留守を預かってるぞら、この間はジャブジャブ様の技、騒ぎでもずっとお留守番してたぞら、でも俺はお留守番じゃなくて活躍したいぞら、ビッグになりたいぞら、ビッグになるにはまずはビッグを知ることから、だから 俺は、海に出ることにしたぞら、そしたら船が魔物に囲まれて途方ひどい目にあったぞら、でもでっかい海に出てみて俺の悩みの小ささを思い知ったぞら、今すぐは兄貴の役には立たないかもしれないけど、いつかこの海みたいにビッグになるぞら、そうだお礼を渡しなかったぞら、これ受け取ってくれぞら。おお顔の年を、よし村に帰るぞら、ゼラダさんも一緒に帰るぞら、お船に乗ったつもりで任せろぞら、さーて出発するぞら。おっ、あ隣で船の運転の説明書を読んでもらっていいぞら、え船の説明書、もしかして船操作できるとか、んできひんのかーい、ふう海の村に着いたぞら、俺船を貸してくれたおじいさんに俺を言ってから帰るぞら、さよならぞら。ビッグな男、船運転できるわけじゃない、別に別にそういうわけじゃないんや、なんやなんやあの説明書読んでくれっていうくだり、船運転できるのかと思った。 OK これで結構ミッションもクリアしたね、よし次メインストーリー進めたいな。